はい、えー、こんにちは。レトスのおのです。3月12日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。受験勉強って、限られた期間で、限られた範囲の内容について、高得点を取るゲーム。このように言ってるのは、麻布中学、麻布高校、東京大学法学部卒で、元衆議院議員の遠藤信彦さんです。まあ、受験勉強で言えば、まあ、プロレベルの方です。麻布中学というと、う偏差値70を軽く超える、 超名門中学校なんですねその方が上記のように加えてこのようなことも言ってます。いかに能率的にやるかという方法を知っているかどうか。小学校でこれを知れたら、その後塾に行かなくても東大は行ける。つまり受験勉強で高得点を取るためには、その勉強法を知っているかどうかという話なんですよ。で、それを小学校の頃にもし知っていたのであれば。 塾に行かなくても東大ぐらい行けますよってこの方言ってるんですね。で、あいにく私はその方法を知ることができず、大学も一回失敗してます。しかも私は高校2年生の秋から本気で受験勉強してたんですね。で、受験に失敗しました。周りの友達っていうのは高校の3年の夏から勉強して国立大学に合格していくんですよ。なので私は周りの友達よりも半年前から勉強してたんですね。 にもかかわらず、私は大学受験に失敗。一方、周りの友達は国立大学に合格。もう、その時は私自身、まあ、本当に泣きました。まあ、先生はね、高2の秋から受験勉強をしたら国立大学は行けるって言ってたんですよ。だから私はそれを信じて勉強してたんですね。でも、勉強法は教えてくれてないんです。言われたのはとりあえず勉強量こなせなんですよ。だから私は勉強量こなしてたわけなんですね。 でも結局、蓋を開けてみたら、私の方が点数悪かったわけなんですよ。つまり勉強量を増やすだけでは合格できないってことなんですよ。だから何がダメだったかって言ったら、まあ、勉強法を知らなかったから、もうこれに尽きるんですね。ゲームに勝つための攻略法を知らないから、ゲームに勝てないんですよ。受験勉強も同じなんです。受験で合格するための攻略法を知ってるか知らないか、も、ま、う、あ、そこに尽きるんですよね。 卓球も高校受験や大学受験と同じく試験範囲があり、2時間以内に50問解くという制限時間があり、その中でより高得点を取った人が合格するわけですよね。でそのための方法があるんですよで。それを日々実践できるかどうか、これが合否を分けるって話なんです。単に勉強するだけだと、私の大学受験のように、人一倍勉強したのに不合格ってなりますからね。今一度勉強法を考えましょう。 そして個別指導ではこの勉強法をお伝えをして実践していただけますそして今年の受験にもまだ間に合いますんで今年絶対合格したいという方は私と一緒に勉強して今年絶対合格しましょう、まあ、個別指導の概要についてはこの動画の最後にお知らせいたしますでは問題に入ります A は第三者 C の詐欺により A 所有の土地を B に売却し B は全移有価質の D に売却をし移転登記もなされた その後詐欺を原因として AB 間の売買契約が取り消された場合、A は D に所有権を主張できる。丸か罰かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ丸ですね。詐欺による取り消しは、取り消し前の全位無過失の第三者には対抗できません。で、え本詞っていうのは、第三者 C が全位有過失っていう状況なんですね。問題文を振り返ると、 C さんが A さんをだまして、で、A さんはだまされてこの土地を B さんに売っちゃったと。で、B さんはその土地を D さんに転売した。D さんは詐欺の事実を知らなかったけれども、それに対して落ち度があった。有価質は落ち度があったっていう状況ですね。で、D さんが善意無価質であれば A さんに対して所有権主張できるんですけども、今回有価質なので、D さんは A さんに対して所有権主張できないんですね。逆を言えば、 D さんが有価質だから A さんは D さんに対してこの土地は自分のもんだっていうふうに主張できるんですよなので今回の問題文 A は D に所有権を主張できるっていうのは丸になるということなんですねでそしてこの問題なんですけども解説をそのまま覚える方いるんですねこの解説っていうのは詐欺による取り消しは取り消し前の善意無価質の第三者には対抗できないとこのルールをそのまま丸暗記する方いるんですけれども それだとですね、すぐ忘れちゃって実力ってつかないんですね。きちんと理解することが重要なんですよ。で、今回、特別にどのように理解をするのかっていうところをお伝えいたします。まず、A さんについては詐欺を受けているからかわいそうですよね。またそれを落ち度なく知らずに買っ で、その後取り消された場合、第三者 E さんもかわいそうですよね。今回 E さんにしているのは、あの D さんっていうのはさっき善意有価質だったので、落ち度がある場合なんですよね。だから今回ちょっと別の事例で、落ち度がなくて知らない、つまり善意無価質の場合を考えています。それが E さんだったということですね。なので、ここが E さんになって、ここが善意無価質になるという事例です。 でそうすると A と E どちらがかわいそうかって考えるんですけども A さんは詐欺を受けたものの騙される側も多少悪いですよね落ち度があるわけですよ騙される方にも多少落ち度はあるわけですね一方で第三者 E さんっていうのは善意無過失ということなので全く落ち度なく知らない状況なんですよそう考えると A さんは多少は落ち度がある E さんは全く落ち度ないじゃあどっち保護しますかって言われるとやはり 無過失の E さんを保護するのがやっぱ妥当ですよね。だから過失なく何も知らない E さんを保護しましょうっていうふうなルールにしているわけです。これをまとめると、詐欺による取り消し前の第三者が善意無過失の場合、善意無過失の第三者、今の事例で言ったら E さんですよね、は保護されるんだ。つまり E さんは所有権を主張できるんだっていうふうになるわけです。言い換えれば、この第三者 E が 悪意。もしくは、有価質の場合っていうのは、この第三者 E は保護されずに A さんが保護されるよ。 っていうことになります。まあ、今回の問題文、D さんは有価質だったので保護されません。A さんが保護されると。詐欺を受けた A さんが保護されるっていうふうになるわけです。まあ、このようにやっぱ理解しながら学習すると勉強って楽しくなりますので、ぜひですね、理解しながら学習していきましょう。で、実際、個別指導ではこのようにわかりやすくえ、また楽しくですね、理解しながら勉強できるようになってますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。で、問いにですね、高知人勉強の宅建業者 A が 高県知事から、宅地建物取引所の交付を受けている C を選任の取引士とした場合、C は同知事にその書き換え交付の申請をしなければならない、ルか×かという問題ですね。で答えは、これ×ですね、えー。そもそもこれ書き換え交付申請っていうのは、住所や氏名が変更になった場合なんですよ。で今回、住所や氏名って変更してないんですよね。したがって、 書き換え交付申請をする必要はありませんえ住所や氏名を変更した場合っていうのは変更の登録申請をすると同時にえ宅建支障、取引支障の書き換え交付申請もしなければなりません、まあ、このあたりですね、まあ、混乱しやすい部分なので合否の分かれ目になってきます分からなかった方は重要ポイント覚えられていない証拠なんでしっかりえ押さえておきましょうまたですねボンミスこれすごく注意していただきたいんですよねこれボンミスをするってことは これ理解できていない証拠なんですよ。で、何が理解できてないかというと、問題文を理解できてないんですよね。で、問題文の理解って、実は、達見に合格する上で、一番重要なことなんですよ。解説を理解するよりも、問題文を理解するっていう方が、重要なんですね。なので、まあ、個別指導では、一番最初に問題文をどうやって理解するのか、ここをお伝えしてます。これはですね、予備校とかでもあまり教えていない内容なんですよね。 なので、自分自身で研究しながら、そこは理解を深めていくっていう形になると思います。なので、自分自身で、あ、じゃあどうやって問題文理解したらいいのかわからない。また、読解力がないという方は、ぜひ個別指導、えー、ご検討ください。読解力ない方であったとしても、私がお伝えするやり方をすれば、読めるようになってきますので、ご安心ください。またですね、えー、個別指導を受講すれば、今回の書き換え交付申請以外で、重要な部分、これもポイントの動画がございますので、そちら見ることができます。 今回、ボンミスをした方、また、つ、え、な、ー、げて覚えるポイントがどこなのかっていうのがわからない方っていうのは、おそらく理解できていない可能性が大きいので、今すぐにでも勉強の仕方を変えていきましょう。覚える勉強、つまり丸暗記学習ではなくて、理解学習に変えていく、これがすごく重要になります。で、問い3ですね。市街化調整区域内に所在する、えー、農地法第3条第1項の許可を受けた、面積6000平米の農地を購入した A は、 事後届でを行わなければならない。丸るかツかという問題です。答えはツです。農地法3条の許可を受ける場合には、例外として国土利用計画法の事後届出不要なんですね。よって事後届でを行わなければならないと書いてあるので、これは誤りだということですね。で、対比して覚えていただきたいのは、農地法5条の許可を受ける場合っていうのは、それだけで届け不要とはならないんですね。 もし市街化調整区域内の面積6000平米の農地を購入した場合一定面積以上の土地を取得したことになります、まあ、今回市街化調整区域なんで5000平米以上ですよねこれが一定面積以上になるんですけれども6000平米の農地なので一定面積以上ですしたがってこの場合っていうのは飼い主は届け出が必要になるんですね 5条許可を受けて市街化調整区域内の6000平米の農地を購入した場合は買い主は事後届出が必要となりますでこれなぜこのような違いが出てくるのかこれ理解するとですね3条5条どっちがどっち行っても覚えなかったとしてもこれ答え導けるんですよ でこの点ちょっと長くなりますので個別指導でお伝えいたします、まあ、こういった部分をちゃんと理解していくことによって頭に定着してきますのでそれが合格につながるんですね、まあ、これ1問だけだったら1点ですけどもこういった部分っていうのはたくさんあるのでそれを積み重ねていくことによって確実に点数を重ねていって合格を勝ち取ることができるということです個別指導の動画については左目の動画から是非ご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました 100件合格目指して一緒に頑張っていきましょう